広島カープ塾始めます。今日はアドア投手、まあ、先発で良かったんですけれども、まあ、ローテーションの都合上、そうですね、あ、新運搬でございます。なんかアドア投手怪我したのかなというふうに思うぐらいちょっと飛ばされてしまいましたけど、雨が降ったりローテーションの都合だったり、まあ、こういうこともあるかなと。ちょっとね、まあ、雨で飛んでる面もあるし、まあ、日程上カーブ結構6連戦になってなかった面もあるし、そうですよね、6連戦じゃない上に雨もあったっていう、そうですよね、まあ、ビジターゲーム、まあね、まあ、カーブの、まあ、阪神もそうだったり他もそうだったり、まあ、4球場外ですので、そうですね、ちなみに今年ですね、3月31日、そして4月10日、4月17日に3回先発してます。オープン戦以降ですね。で、DeNA 3月31日は5回、勝ち星ですね。で、4月10日阪神戦、これは 5と3分の2で勝ちです。で、DeNA 戦、これを4回勝ち負けつかずと。で失点は、最初の試合が1失点、2失点、1失点ということで、防御率 2.45、3回投げて3先発で2勝0敗と、14イニング、14.3分の2と、これ、アドア投手、もともと中継ぎやってる機会は私、先発でやってましたけども、どちらも中継ぎ良かったんですけど、今年先発として、うまくいってると思うんですけど、うまくいっていたんですが、この投げない一軍で投げれなかった期間に崩してなきゃいいなと、4月17日からですよね、もう1週間ぐらい投げてないですからね、一軍ではね、そうですね、なのでこれ多分優先順位が、まあ、アドア投手の怪我のことも含めてなんですが、優先順位がハッチを上げたわけですね。だからハッチを投げさせる都合上、アドアを下げただけの話。そうですよね。はい。なんですよ。一番伸びる可能性があるときに投げさせなかったって表現もできるんです。そうですね。まあ、術後ってやっぱり大きいですかね、手術だけです。私はね、術後が大きいんだろうなと。要はやっぱり、まあ、DeNA 戦も、まあ、当然ね、どんどん攻めなきゃいけない。ランナーも出してた。だから代打を使ったから、降板はあるんですが、やっぱり、R1 に関しては、ちょっととブルペンデーに近い投げさせ方になってるかなと。そうですね。2年連続くらい。2020年の10月22日に右肘。そして2021年の1月にはですね、なんか双髪骨胸というところですかね。ここも手術で切除したということで、で、その後リハビリということで、まあ、少し慎重に使っていくっていうところもあるんですかね。まあ慎重にってこと、要はこれは多分登板間隔を空けざるを得ないから先発転向と見た方がいい、ああそういうことですよね、のかなと。逆にね、このアドアのイニングも短いですので、球数も少ない状態でもイニングが短い。はい。そうですね。まあ、ちょっと接戦な面もあるんで、ちょっと代打使わなきゃいけない面もある。面は否定もしないんですが、どうも連投をさせないっていうための先発争い。ね。なので、やっぱり優先順位が、これを考えるとハッチが上なので、とか、ハッチに今シーズンはちゃんと投げてもらわないと、まあカープの戦力上は困るので、
ったですね。ええー、アドゥアではないよと。まあ、あの2024年の全体のシーズンを見たら、アドゥアが主戦ではなくて、主戦はハッチなんですと。なるほど。あくまでも、まだアドゥアは、まあ、怪我明けのこともあるし、多分、連投がさせない方がいいということでの先発と思った方が良さそうな、ちょっと変え方、球数。なるほど。なるほどね。なので、で、ここにやっぱり黒原とか、まあ、まだ1軍に上がって、まあ、二軍ではいいですけれども、一軍の枠の先発が埋まってますので、まあ、アドワーズすら投げれない状態の一軍の枠の状態で、玉村とかね。当然、一軍に置いとかなくちゃいけなくて、本当は先発に入れたい黒原も一軍に入れてるけど、そのリリーフっていう予定じゃないけど、もう二軍に置いといてもしょうがない。まあ、左のリリーフも欲しいと。厳しいお金を得て、なるほどと思ったんですけど、要は登板間隔を上げたいから先発なんだと。ロングリリーフが多かったんですけど、むしろ先発がしっかりとしますからね。なので、球数もある程度の、100球ではなくて80球目処なんですよね。そういうことですよね。相当ですね。なので、変な言い方ですけれども、ブルペンデーではないブルペンデー。うん。そうですね。だからブルペンデーで、まあ先発が3回で交代で、次の人がロングリリーフではなくて、いや、もうアドワがロングリリーフの先発ですと。いけるとこまで行ってくださいと。まあ、打たせて取るタイプですから、うまくいけば、80球、90球前後で、ね、6回まで放るような、まあ、投球スタイルですよね。三振取るわけでも、全部、初球からどんどん打ってくださいっていう、ボールを動かして打たせる。はい。ベースの上で動かすタイプですもんね。なので、うまくヒット、ヒットを打たれなければ、6回80球、90球ぐらいでまとめられる。本当にですね。感じなので、多分、カープとしては連投がさせられない。でも、一軍とか、どんどん経験させて、どんどん起用はしたいボールを投げてると。なるほど。なので、先発にしますと。うん、で、ここに黒原とか、まあ当然森とか、まあやってましたけれども、はい、アドゥアにそこの目処というか、その形を取ったので、なので増田がリリーフに行ったんだと思います。そうですね。似たタイプですもんね。まあ身長は違いますけど、どっちかサイドするまあ片方の方をサイドに変えまして、アドゥアとしてはサイド、スリークォーターですかね。そうですね。だから、そこで、多分、アドゥア、マスダが似たタイプなので、現実は、チェンジなんだと思うんですよね。そうですよね。まあ、ここまでアドゥアが先発予定で入ってくるとは思ってなかったんで、マスダを、まあ、競争相手というか、中に入れてたんだとは思うんですけども、まあ、アドゥアに目処が立った以上は、増田には、まあ、新井監督が本人と話をした上で、本人もリリーフで一軍のベンチにいたいということで、増田のリリーフ、まあ、先発での、まあ、練習というか、まあ、オープン戦先発やってましたけれども、途中からリリーフ。ああ、そういうことですか。なるほどね。では、増田の方がリリーフも、要は連投が全くないというか、増田の方が見てると、増田の方は、登板間隔を空けちゃいけないのかなと。なるほど。実は登板間隔空いた時に全部失点なんですよね。なるほど。そういうピッチャーいい。まれにいますよね。だからストライクゾーンが分かんなくなっちゃうのかなと。というか、自分のリリースポイントが分かんなくなっちゃうのかなと。ああ、
中途回転のピッチャーだからこそ体開いてる、開き気味ながらこそシュート回転なんでしょうけど、それが極端にってしまうとボールになってしまうとか、そんなあたりですかね。だから結局登板で悪い時ってフォアボールとか、まあ、ね、真ん中に集まってヒットを打たれる、はい、打たれるから嫌だからフォアボールを出す、ランナーを溜める、はい、甘くいく、打たれるっていう悪循環は、実は登板間隔空いた初戦にやらかしてるんですね。なるほど。もっと使った方がいい。2戦目になってくると、なぜか抑えてってるから、使えるじゃんって思うんだけど、実は2、3試合、まあ3、4日空いた増田は全くやっぱり、コントロールできてないんですよね。見てて。となると、じゃあ3分の2とか3分の1でもどんどん使った方がいいってことですか？私は使った方がいいと思う。使い練りもしてない投手だし、怪我をした投手ではないので、なるほど。特に、怪我をしそうなフォームでもないんですね。元々のフォームが。まあ、怪我をしにくいフォームといった方がいい。まあ、西武の増田とか、ああいうタイプですよね。投げても、なんか、怪我しないですよねっていう。とか投げてた方が、安定感が増してるけど、登板間隔がなんかで空いちゃうと、ピンチ招いちゃうみたいな。この右、まあ、左もそうですけど、サイドスローのピッチャーってのは、あんまりこう目減りしないですね。投げても。まあ目減りはしないですよね。なんで、アルワの方が、そこら辺、怪我のこともある。まあ、怪我からも来るし、連投はしんで、まあ、もともとがちょっと連投させてはいたけど、そんなに2連投ぐらいするとボールいかない投手ではありました。ロングリリーフですよね。どっちかというとロングリリーフの系統ですよね。ロングリリーフで中2日ぐらいがいい投手っていうタイプなんですよね。だから中4日5日開けるのといいのかなっていうと、ちょっとまだ若いので、実際そこがハマるかどうかはまだ微妙なんですよね。技術も足りない面もあるし、体力の問題もある。まあ、手術明けの体力の問題な面もあるので、ここはちょっと一概に今、その先発楽因というか、その無理ですっていうことでもないんですが、全体のこう馬力的な体力が、9回150球投げる馬力体力はない投手。そんな感じしますね。ですので、はい、ある程度やっぱり5、まあ、100球5回を、まあ、この1年、来年も先発やって、2年続けてどれぐらいできるかなって、どれぐらい成長してくれるんですかなっていう体力の、まあ、当然手術明けの体力の問題も含めてある投手ですので、もう少し見ていきたいんですけれども、これ、ハッジが優先順位なので、この後多分、ある程度、カープも、結構中止も出てますので、当然、交流戦は、ほぼほぼ、まあ、無理ゲーをして、雨でも強行6連戦とか、やってくると6枚はいりますので、当然アドアが必要。なんなら6枚以上ないときつくなるかもしれないですね。きつくなると思うんですよ。交流戦は6枚でいいと思うんですね。6連戦は雨での強行6試合。まあ、ドーム球場多いですからね。っていうことですけれども、問題は、この中止の数を見ても、多分夏場以降に移動日のところに、この中止の試合は入りますので、そうですね。まあ、入っても大変、楽
まったもんじゃないですけどね。だから今までの6連戦が9連戦になる試合が出てきます。ってことになると、ある程度アドゥバに投げてもらわないと、まあ当然黒原とか玉村とか常廣とか、ここら辺もどんどんチャンスが、はい、チャンスがあると思って新井監督も言っていいと思うんですよ。これだけ中止ってことは、当然後半は連戦があると力が必要だよって。塾長のようにこう少し全体が見えてる方だったら、選手も若い選手も分かるんだと思うんですけど、実際そのプレーやってる若手で、その一軍先発ローテーション入るかどうか、当確戦場の方々っていうのは、そうやって冷静に見れないんでしょうね。絶対見ないですよ。これはもう首脳陣が一軍二軍監督で、この試合の日程上で言うと、しかも、まあ、彼らは20年以上、まあ、高監督等々で言えば40年近くプロ野球の世界で、日程を見てやってきてるわけですね。一軍二軍も含めて。そうすると、ここの中止は、9月じゃなくて7月のここぐらいに入るようは分かるはずなんですね。分かるでしょうね。ちなみに4月30日時点でですね、一番試合数を消化してるのはジャイアンツで28試合です。で、一番少ないのはカープ24です。で、他の球団は阪神と中日がですね、27。DNA とヤクルトが26。ってことは、ほとんどの引き分け、雨天の流れてしまってるやつは、カープに偏ってるってことですよね。カープに偏ってるんですね。ですよね。で、それと結構上位の阪神に落としてるんで、中止なんですね。ってことは、ある程度きついんですよ。何がきついかというと、結構人工芝ではないので、甲子園松田の中止のリスクは大きいんで、移動日のところにも中止の可能性がある、そうですね、球団だと、はい、塾長がおっしゃったように、やっぱり今はベンチ、1軍ベンチ、じゃなくて、もう二軍回す全体で戦う時代だっていうのは。全体で戦う時代ですし、実は昔のように、よく言われる9月の20連戦とか、10何連戦ってよく言われますよね、はい、この地域、でも、去年、一昨年その前、とうとう見て、ないでしょ。そうですね。実はみんな7月、8月に組み込んで、消化はしてるんで。実は、アメリカみたいに、12連戦、15連戦って、実は入ってるようで入ってないんですよ。そうですね。ですよ。だから、そこには組み込まれてきてないんです。そこは最悪の状態の、なぜかって言ったら、結局今、クライマックスがあるので、そこも無理に試合をするわけにもいかないリスクがあるところで、そこに入れてないんですよね。昔よりも7月、8月に入れてるんですよね。実は。ああ、そういうことですか。ははは。まずは。で、その上で、その上で、そうは言ってもね、台風とかいろんなので、そこだって中止のリスクが、その上で9月に振り替え。まあ、塾中が、まあ、台風のことをしてましたけど、この4月、5月の頭の方でですね、すでに4つと。で、これから台風シーズンが来ると、さらに差が開く可能性ありますよね。差が開く可能性がありますので、なので、ここを考えると、私は新井監督に、まあ、今年、まあ、森翔平、まあまあまあ、オープン戦悪かったりなんだりで、まあ、2023年は良かったです。投げてましたけれども、今、新井監督が先発で競わせた人たちがいますよね。遠藤とか、玉村とか、黒原とか、アドゥアとか、森翔平とか、
まあ当然これに常広とか、はい、高とか、まあ多分この7人ぐらいが、まあ先発で、多分、秋季キャンプ、もしくは、春のキャンプで争わせて計算してた。はい。なんか、まあ常広はちょっと、あの、出遅れなので、まあ、計算はしてたけど、ちょっと、排除はなってるとは思いますけれども、そうは言っても、6月以降の交流戦のところでもしかしたら先発で入ってくる可能性がある、力のある投手。それね、あの、私はリリーフと思ってましたけど、今、先発候補として、育成とか、一軍入りの投げる、まあ、準備をするみたいなので、はい、そうですね。この7人に言っていいと思うんですよ。もう絶対に6月以降に、もう先発、まあ、交流戦は6枚いりますから、はい、1人悪ければ必ず出番は2軍にもあるよと。間違いないでしょうね。で、7月、8月、9月は間違いなくどっかでカープ、まあ、阪神なんかもそうですけど、どっかで十何連戦というよりかは、9連戦はあり得るよと。ここで少しベテランになってる遠藤投手なんて気づいてるんでしょうね。そうそう、そういう時にもう一つ言っていいのは、はい、多分、大瀬良がシーズン通して活躍できてないので、どっかで大瀬良を休ませる事態のところでの、谷間での大瀬良の代わりもあるよって言っていいと思うんですよ。そうですよね。自分の投手には間違いないですよね。モチベーションのためにと目的のために、そうそう、彼らがリセットアップしますよね。今、まあ、新井監督も言ってましたよ。開幕一軍がゴールじゃなくて、この後どんどん一軍でのチャンスはあるよって開幕後には言ってましたけれども、今忘れちゃってると思うんですよ。だって一軍の機会がないから、彼らにね、今。だから、もう一度このゴールデンウィークの連戦の時に、一軍の入れ替え等々とか、まあ移動日の時に、もう一度、この後の交流戦等々を見ても、はい、まだまだ出番、結果さえ出てれば出番があるので、努力をし続けなさいと。努力をし続けて結果が出てるのに自分に呼ばれないのはきついですから。そうですね。きついですけれども、出番はあるよって言い続けてあげる必要はあるんですよ。で、絶対出番があるようなのが、ドームじゃないカープ、うん、そうですね、はい、その通りですね、これは間違いないわけで、はい、で現実に、試合に行って見てなさいと、他のチームよりもカープの方が雨天中止が多いってことは、6連戦じゃ済まない試合がこのあと何試合かあるってことは、6人の先発では足りないんですよと。あれ、ちょっとその試合見てれば、新聞で見てるんでしょうけど、気がつかないんでしょうね、やってる。いや、わからないと思う。あの、年齢的にわからないと思いますよ。目の前で精一杯でしょ。ですよね。で、目の前で精一杯でないとまた困るんですよ。だから一軍にいないんだからっていう。そうそうですね。これを目的でやる気を失いそうな、どっかで心が折れそうになるわけですよ。だって一軍に呼ばれるはずぐらい、まあ、玉浦なんかそうですけれども、呼ばれるぐらい投げてるのに全く気配がないってなると折れそうになってるはずなんです。そうですよね。ここにちゃんと救いの手を一軍に呼ぶっていう形ではなくて、チャンスはまだまだあるんだと。それだけの中止の数なんですと。そうですね。ただ、24試合、28試合とかそのもんで4つも差がついてるってすごいですよね。すごいです。2割ぐらい違うんですからね。それと言っていいと思うんですよ。アルはもう結局先発候補だけど、5回投げ切らせるほどの体力はまだ彼にはベンチも認めてないよと。やっぱりないんですと。そうでしょうね。だからチャンスがあるんですと、はい、
だここのコントロールなの、何度も言ってるの、モチベーションの上げ方がもう少し若手に親切でいいかなと。はい、わかりました、まあ、アルバを見ながら、はい、まあ、他の投手を見ながら、はい、まあ、アルバがちょっとねやっぱり球数が投げれませんので。そうですね、はい、で今後ともそこら辺ポイントですね。ここがポイントになるかなと思っています。はい、わ、はい、かりました。塾長ありがとうございます。ありがとうございます。どうも、失礼いたします。チャンネル登録をしてもらうと励みになります。お願いいたします。